皆さん、こんにちは。まゆか先生です。文先生です。今日の手遊びは、ちょっとだけ難しい、ペンギンマークの百貨店です。ペンギンマークの百貨店には、1階から5階まで、いろんなお店が入っています。5階のお店に入っているのは、活動の導入にぴったりの手遊びです。お買い物気分で子供たちと一緒に楽しんでみてくださいね。それでは皆さんご一緒に、今日の手遊びは、ペンギンマークの百貨店。せーの。ペンギンマークの百貨店。一階はお化粧屋さん。それドッキンドッキンワクワク。お化粧しましょう。パタパタ。ペンギンマークの百貨店。2階はスポーツ店。それドッキンドッキンワクワク。ホームラン打つぞ、カッキン。ペンギンマークの百貨店。3階はペット屋さん。それドッキンドッキンワクワク。チワワを抱っこ、ぎゅっ。ペンギンマークの百貨店。4階は本屋さん。それドッキンドッキンワクワク。どれにしようかな、これ。ペンギンマークの百貨店。5階は映画館。それドッキンドッキンワクワク。静かにしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また見たいなと思った方はぜひチャンネル登録やグッドボタンをお願いします。それではバイバーイ。